Moenbryda. Anata no shi o muda ni wa shimasen. Anata wa Ashin wo shomets saseru hōhō wo kakuritsu shite kureta. Yatsura wa mou te no todokanai kyōi de wa nai. Watashi tachi no tatakaeru aite yo. Dakara watashi tachi wa mae e to susumimasu. Yami no shi to Ashin wo horoboshi Eorzen wo kyūsai suru. それが守護者の一中たる私たちの使命なのだから私たち暁の決命は必ずやり遂げてみせることを誓いますの加護なくして闇のものを召したか。なるほど。人は愚かなだけではないようだ。だが、脅威の一つを払っただけのこと。汝を認めるには至らぬ。
だから見守っててよね、ムーンブリダ。今までありがとう。ほう、やつが動いたか。私だ、聞こえるか。イシュガルドに動きがあった。至急石の家まで戻ってくれ。
すべては人が犯した罪による因果が元凶ならば、その因果必ず断ち切ってみせる。竜たちよ、長きにわたり雲狼を守っていた魔法障壁は消えた。忌々しき罪人の巣窟、コウとイシュガルドは目前だ。その牙と炎で裁きを下すがいい。
お帰りなさい。現地はどうだったの？大きな戦いになるかもしれない。皆を集めてもらえるだろうか。状況を説明したい。つまり、これまでイシュガルドに現れていたのは石膏。まもなく、邪竜ニーズヘックの眷属たるドラゴン族が退去して押し寄せてくる。ということね。それに、竜の方向が発せられた以上、残された時間に余裕はないだろう。ドラゴン族は、その辺の魔物とは比べられないほど力を持っている。イシュガルドが改めて警戒するということは、当然上位の眷属も現れるはず。イシュガルドとドラゴン族の戦争。この戦いは本来イシュガルドの問題ではあるが、アルフィノ様の言う通り、ゆくゆくはエオルゼア全体の問題ともなり得るからな。そういうことだ。我々暁、それにクリスタルブレイブの双方でイシュガルド防衛に協力することを提案したい。千年もの間繰り広げられているというこの戦いに加わることになるのね。でも私たちの目的はエウルゼアの救済。暁としてできることがあれば協力しましょう。あなたもこの件を最優先してもらえると助かります。ありがとう。守りましょう、イシュガルド。私はこれより各グランドカンパニーの名手に援軍を求める。クリスタルブレイブを派遣する許可も取らなくてはならない。みんな、それぞれの対応に当たってくれ。
我々もイシュガルドの情報をつかんではいたのだが、ここまで急を要する事態になっていたとはな。我々クリスタルブレイブはアイメリク教の要請に応じ、防衛に援軍を派兵するつもりだ。承知した。お二方とも異論ないが。ええ、問題ありません。クリスタルブレイブの派兵については何ら異論はない。速やかに展開できるよう各所に根回ししておこう。問題は我々がどうするか。どういうことだ。現状ではエオルゼア都市軍事同盟から簡単に戦力を出せんということだ。我々三国は未だ蛮族との対立が続いている。日々蛮族を抑え蛮神の権限を封じているのだ。アルフィノ殿が把握していない範囲でもな。それにアウトロ戦区も捨ておけません。この三者が停戦を誓ったところで、テレジア・デレジのような御人が独走すればどうなるか、結果は明白でありましょう。それではエオルゼアの危機を目前にして戦力を出せないと。慌てるな、そうではない。主戦力になるほどの援軍は出せぬということだ。同盟軍からもいくらかの部隊は回そう。ただしあくまで補助戦力と捉えてもらいたい。本格的に派兵できないにせよ、各国のグランドカンパニー内で所属する冒険者への協力要請を出すことはできます。各員の判断により助力に向かうよう通達いたしましょう。そうだな。正規部隊を回せない以上、それが最善だろう。こん
のような状況になっても勇士の冒険者に頼る。あなた方はそれでもグランドカンパニーの名士か。エオルゼア都市軍事同盟はどうしたのだ。こういった時にこそエオルゼアのために動くのが同盟軍ではないのか。アルフィノ殿、我々はグランドカンパニーの名手である前に国の代表だ。無論エオルゼアの太平のために努力は惜しまん。イシュガルドの同盟軍への再加入も願うところだ。だがそれ以前に国と民を守らねばならん。自国を守り他国と協力してこそ初めてエオルゼアという大地に目を向けることができる。どうかそこを理解してほしい。わかりました、メルウィブ提督。無礼な言葉遣いで失礼した。貴様を同盟軍冒険者選抜隊の隊長として任命する。各国のグランドカンパニーに所属する冒険者を集い、イシュガルド防衛の任についてもらいたい。ナナモ様、不滅隊から少しでも多くの戦力を回したく存じます。そこで同人団の権限を一時的に拡大、不滅隊が受け持っている治安維持に充て、余力ができた部隊を順次派兵するというのはいかがでしょうか。ナナモ様、すまぬ、問題ない、良きに計らえ。様はお体の具合でも悪いのか。いえ、そのようには伺っておりませんが。そうか、ならいい。